私は嘘をつかない。今まで何千人もの人間を殺した。大手製薬会社の薬を全て出しても私が与えてきた薬の量には及ばないだろう。親から子を奪い、夫から妻を奪い、一族を皆殺しにした。だが嘘をついたことはない。大半の罪は良心に反する行為だが、嘘は自分自身に対する罪だ。私はサンタブランカという組織を率いている。俗にカルテルと呼ばれるものだ。夢だった。コカを育て、自分のコカインを生産できる土地を持つことも、警察や政府、軍隊、そしてアメリカ人どもに邪魔をされず自由に商売ができる場所だ。夢の中で女の声が問いかけてきた。スエイヨ、我が息子よ、もしあなたの国が作れるとしたら。モーゼのように私は仲間を導いた。ボリビアへ。そこで我々はコカ畑を買った。買えないものは奪った。我々は警察、軍隊、判事、政治家たちを買収し、政府と同等の力を手にしていた。夢の実現まであと一歩となった。麻薬国家サンタブランカの確立まであと一歩だ。だから行きます。あ、間違った。間違った。後ろじゃないよ。オッケー。おっとっと、待てよ、道という道がないんだよな。やっぱ、うん、ヘリが欲しいな。道も道を、目の前にヘリが、道あるのかな。あるけどに結構遠回りになるわ。あ、そうだな、はい、ヘリどっかにないかな。あれ敵のヘリだもんな。2人の海兵隊員が飛行機に乗った。海兵隊と飛行機か。ね、こっちの方に、おう、2人が座席について間もなく、向こうの方に、隣の席に座ちょっと町もちょっと遠いけどさ、あっちの町にもヘリあったと。2人の海兵隊員はそいつを一目見て、それ取りに行こう。それうまそうだな、俺にももらえないか。この奥の方どうなったと思う。伍長は微笑んで、任せとけと言って取りに行った。ある、おっと、正面衝突。海兵隊員はもう片方のブーツに大きく痰を吐いた。あったね。あ、見つかる見つかる。海兵隊員たちは飲み物を堪能した。よし、とっとと乗って、とっとと行こう。数時間後に飛行機が着陸して、伍長がブーツを履いた時、何が起きたのか。飛ぶんだから、これでもちゃんと。ニタニタしているバカどもの方を向いてこう言ったんだ。いつまでこんなことが続くの。ユニダの車両だ。この剣をと象をブーツに唾を吐いたり、飲み物に小便入れたりな。ブーツにね、おーっと危ない。ブーツに小便入れたり唾を吐いたりするっていうね、すんげーね、うん、嫌な、てか下品な嫌がらせのお話をね今してたよ。ひでえな。とりあえず新しい地方には入ったけど、インカカミナ、ボリビアで最も標高が高く雪に覆われた地域。あ、機密情報結構通り過ぎちゃったね。あ、マジで。うん、2つあったわ。さっきのコカイン工場と、違う、コカイン工場。とりあえずね、新しい地方に入ったらなんか連絡入るはずなんだけどな。うん、あ、待って、入った？インカカミナの拠点が一つあるわ。あ、オッケー、あっち行こう。とりあえずね、流れとしてはまあ全ての地方を制圧する、アンド新しく入る地方で必ず全アタッチメントと全武器を回収してからまた新たな地に行くっていう感じで。うん、そんな感じだ。
え、これ拠点これ。ああ、拠点じゃん。一応拠点か、インカカミナブラボーね。ちょっと一回降りて、マップを確認したい。よいしょっと。あ、本当だ。入ったら。機密情報ゲットできる重要情報、本当に2つあるな。この先、さらに、その、未確認地点があるから、そっち方面も行ってみるか。オッケー。乗れ。よし。危ない。じゃあ、マップちゃんと見ないと見逃しちゃうな、この辺。うん。でも、なんもないぞ、この、この辺。3箇所。危ない。お、なんだ、爆発起きてる。本当だ。なんなんだ、あの。ドキドキ起こる。俺ね、前言ったけど、あの爆発の場所にさ、物資あったわ。はい、え、そうなの。うん。いや、まあ、全部が全部あるかは分かんないけど。ここ、あれも敵拠点だな。なんか重要情報映ってる？いや、そこはなんもないよ。でも、黄色だからストーリーじゃない？そうだな。もうちょっと近く寄ってみるか。シカリオの、あ、家だってさ、これ。家か。え、なんかある、まあ、これ。いや、まあ、なんかあるでしょう。ちょっと、おっと、危ねえ。行ってみる？ちょっと。めっちゃいるじゃん、敵。本当だ。ペルートの国境に近づいてる、インカカミナって地域だ。サンタブランカのコカインはかなりの割合でペルーから謎のルートを通る。いる。すごい。ペルーのカルテルが製造している。今ちょっと無線が入ってる。流通させるのが下手で、サンタブランカに売ってる。連中に痛手を与えられそうだな。サンタブランカとペルー人のつながりを調べて、その関係を崩壊させる方法もね。ラカブラという女が最重要ターゲットよ。ラカブラ。サンタブランカの主要な交渉人で、こんばんは。彼女を排除すればペルー人たちとの取引も決裂する。了解。また連絡する。なんかね、そういう人がね、いるらしいんだよ、この地域。ボーマンがラカブラという部署の映像を送ってきた。そいつがこの地域のボス。待って、映像送ってきたわ。ちょっと映像見るからね。黙ってせやつするか、ちょっと見といて、その辺。うん、敵どんどん。毎日やってますか。デロレス・セラノ・デペレス、通称ラカブラ。ニディア・フロレスとは高校ぐらいからの親友。10代の頃、母親の屋台で偽美容品を販売。13歳の時に売り始めたのがコカインよ。ある意味では美容品かもね。ありがちだけど、売人だった3人の夫と離婚。ラカブラ自身、何度も刑務所に出たり入ったりしてる。彼女は情報も扱ってる。コカイン業界ではかなり貴重よ。ラカブラは情報のためなら何でもする。彼女は情報を使ってペルーの麻薬ギャングに。え？ん？はは。おい。ちょっと待って。待って、これは逃げなさい、あなた。うん。お前らさ。あのね、俺そこにいたんだよ。いたらね、はい、あの紫のやつが来やがったんだよ。いやー、まあ大体ね、映像の内容は分かったよ。その、ラカブラ、まあ、こう、おなごが仕切ってんだ、ここ。なるほど。で、そいつを殺せと。まあ、殺していいのかな。まあ、そんな感じだな。てか、あれだ、ユニダットやってきたからカルテルと戦ってるけど、ちょっと紫のやつが来るのは予想外だ。あ、でもここ情報あるからちゃんと制圧しねえと。オッケー。で、ここもなんかいるけど、待って、後ろに。あ、未確認拠点か。一応あいつらは警戒解いてるから。そうだな。まあ大丈夫じゃん。あ、危ねえ。なんか警戒してんな。オック、いや、こっち寄ってくるもん。二人やっちゃうか、とりあえず。あ、走ってきてる。うっそ。いや、待ってよ。こっちにす、あ、待って、うん、いや、やっちゃおう。適当にやるんだ。同じやつ。サプレッサーついてね。アウェー、オーケー。ナイス。おい。
あいつ狙いづらいな。あ、おおっと、よし、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス、問題ない、大丈夫だ、よし、みんな無事か。いや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 、あれ、ここなんか違うとこじゃね。ここちょっと違うとこ、目的地こっちだ。ここもなんか、とりあえず制圧する。あ、でもここはただのヘリが取れますよってだけかな。しかも増援来てるし。やうわ、敵の増援が押し寄せてくるぞ。聞いてないんだけど。いやー、どんどん来るな。あ、待って待って、こっち来てるじゃん。向かい撃つか。そうだな。待って、これ伏せてさ、黙ってたらスルーしてったりしない？あった。お？よし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 。全員そっち行け。このままあっち行こう。オッケーオッケー。バカなやつだ。全員多分この車列からクリア、もう大丈夫、この車から降りていったんだろうな、うん、じゃあちょっと全部パンクさせておこうかな。いや、パンクさせてもだな。まだ追跡されてる状態だけど、なんか敵減ってね、うん、こっちユニダットが片付けてくれた。最高じゃん。仕留めた。オッケー。あれ、もう一人か、ここ。あとこの人だけだ。あれ、あ、ね、そいつらが全部出てきたの。いや、そういうわけじゃないと思うけど、ユニダットと共倒れしたんかなのか。よくやった。まあ、情報はクリア。おお、あ、じゃあこれあれだ、わざとユニダットに気づかれてこいつらとドンパチやらせるん。いや、でも運よくユニダットが通ってくれるとは限らないから。いや、まあ確かにね。物資がんどこにある？あった。あ、物資あった。あったあった。下にあるよ。あ、ここにまず1個目の情報だ。あれ、待って、こっち帰ってきてね。こっち帰ってきてね。あれ？目標付近の貨物置き場の位置情報だ。待て待て。いいや、物資はいいや。ヘリを先行けんなら乗っててくれ。でも後ろにいるのかい？はい、ああ、まずいまずいまずい。逃げろ逃げろ。あ、煙出てんなこれ、大丈夫か。よいしょ、離陸。おお、撃たれた。これでダメだ。いける。あ、逃げる逃げるわ。あ、オッケーオッケー。多分俺の近くでリスポンできるから大丈夫っしょ。ではね、あー、そのまま逃げるにしてもな、こっちの方に逃げたらどうだろう。ちょっと風味と落ち、クリア、もう大丈夫だ。さて、ちょっと待って、うん、まだ情報あったか。あ、あるね。うん、あるある。オッケー。乗り物、あれ、乗り物要請がない。投下不可だ。投下不可。え、道路に行けってこと。あ、てか、まあ道路近いから車はあるけど、うん、まあ取ってけんじゃね。あ、ユニダット。あら、あ、要請要請。あ、そっちか、うん、できた。青の車、俺が運転する。行くぜ。な、中派はなんてメーカー聞いたことないんだけど。昨日気がついたら終わっててびっくりしたぞ。聞いたか、召喚が多すぎるからペンタゴンが一部解雇するって。ここの仕切ってる人さ、結構統合参謀本部の誰かの発案で、体の大きさ1インチあたり1万ドルの退職金を出すことになった。いやいやいや、どこを測るかそれぞれ。まあ、主人公たちのこのね、話がね、途切れないんだよね。賢いやつで頭から足まで。あ、まだ喋ってる。
あとなんか新しい話始めてる。退職金の話してる。退職金ゴーストに退職金なんだ。いやそれはね、年があるからちゃんと。定年退職とか。ゴースト、オープニングの方でさ、ほとんど死んでるみたいな。なんだっけ、いやいやいや。降りてっか。俺の暴れん坊の先から玉の下までを測ってくれ。さすが変態揃いの。変態揃いの海兵隊。さあ、失礼ながら決まりをご存知ですかと聞いた。いいからやれと海兵隊の大将はズボンを下ろした。やだ、もうズボン下ろしたとかホモや。あれか、玉の裏から長さ測る。そうそうそう、それそれ聞いたわ。何玉はどちらでしょうか。ひどいわ。普通のライトパネルがある。シカリオがいる。支援基地の中だ。ドローン準備完了。ああ、こういう舞台に入ってみしまうとみんなホモになってくる。おーっと、ユニダットが通過した。おお、物資がある。あのライトパネルさ、映ったらまずいとかなのか。いや、単に光ってたら撃って消すことができるよって言ったわけじゃない。ああ、まあ、そんなことやったら一瞬でバレちゃうな。うん、目くらましになるとも思えないし。うん。あ、待って、情報はもう近いっていうか敵すぐ近くにいるが。そう、5人目のターゲットだ。こいつ尋問の前にさ、うん、近くにもう一人いるんじゃない。いる。とりあえずこの人やるわ。オッケー。これで5人だ。あ、そっちか。機密情報を持ってる人からどうやったら情報を得られるんですか。あ、上に一人、下に一人。オッケー。機密情報を持ってる人からはね、あの、尋問したらね、情報ね、うん、もらえるよ。殴らないでくれ、何でも話すからって言って。でもここの機密情報物だわ。物か。物、大丈夫。高速、確保、しても尋問とかでないし。え、嘘。いや、拘束したら尋問するって出るはずだけどな。それ、何でもない人を尋問しようとしてんじゃないかな。ビューティフォー、うん、ここの重要情報マジでファイルだよ、ただの。オッケー。今ドローンで見てきた。仕留めた。警戒してるやつは倒した。ナイス。おい、ユニダットの部隊だ。うん、それそれ。お、本当だ。まあ資料もらうじゃなくて喋るんだけどね。地元の連中によると密輸飛行機が。なんかうまそうな肉あるじゃん。位置情報もある。貨物が残ってるからな。本当だ。カルテルに回収される前に中身を処理しに行くぞ。こんばんは。最近よく生放送あって楽しいです。はい、こんばんは。お、本当だ、すげえおばさんだ。クソおばさんね。クソおばさんってやめて。さて、ストーリーミッションがいくつかできたぞ。コカイン一層と、なんだこれ、コカイン麻薬王の車を見つける。ほう、へえ。じゃあバグか僕の誤解なのかな。あ、こっちもコカイン一層だ。あ、4つあるやん。あ、本当だ、こっちにもある。こっちなんだ。あ、こっちもコカイン一層か。コカインばっかだな。じゃあ一層するか。あ、スキルポイント。サンタブランカに回収される前に墜落現場、あるスキルポイント。荷物を破壊してちょうだい。この上に。その上。これだ、それか。表彰メダルだ。俺の制服に合うと思うか。あ、これ階段あったし。ん、よし、じゃあ迫撃砲を要請してヘリ乗って帰るか。OK。先に。未だに迫撃砲のさ、場所の指定ができない。こうやって。あれ、どうやってやったっけな。ああ、オッケーオッケー。この要請するってさ、罰あるじゃん。うん。罰を、あ、できるわ、押さないで、そのまんま、うん。ちょっとじゃあ、ヘリのさ、後ろの方に乗っといて先に。うん、ああ、オッケー。
これでしょ。まあ、この辺だな。発射。敵いる。ああ、はいはいはい。おお、ちょっと待って、重装兵殺すよ。乗れ乗れ。はい、待って、幹部いるやん。あいつ、追っかけよう。あの、バイクを。そう、やつを。やつをやれ。あれ、この席さ、乗り出せないんだよ。え、嘘。これで撃つしかないじゃん。いや、それ死ぬ。いや、死んだらしゃあない。これ、レティクルないから、本当に狙えないんだけど。絶対死ぬじゃん。あいつも、どっかよ。踊ってるじゃないの。それでもこれプロペラでガリガリってさ、いやいけないもんかね。辛いでしょう。ではそれともこのまま当てちゃう、当たっちゃうか。いやー、ユニダットがいる。どうしよう。おあ、ユニダットが巡回してる。くそ、うまいことかわしてやがるもんな。止まれ。いや、でも今ここ止めてもさ、ユニダットいるから。おら、あ、死んだ。あ、ダメだ、降りましょう。脱出。危ない。ほっ。あ、ゼロ対八で日本勝ってる。あと一人。やったわ。今日も野球情報ありがとね。ああ、生き返る。よし、やっぱりね、あれだ、気づかれる前にね、さっさとね、あの、ああいう人はね、確保しろよっていうか、まあ、見つけてなかったんだけど。うん、車呼ぶ。乗り物を置いていくよう頼んだ。なんかよくわかんないとこに車止めるな。